革命。はい、横に行くようにして抜いていきます。立って、はい、接し一画目と接しておらず縦に垂直、はい、横を描く。縦描く。同じ収出の位置ですね、三角目とですね。はい、円形は角張らない点接でなってますね。はい、そこに注意していきましょう。ここを左笑いは押し出すようにちょっと止めていきます。右払いよ。左に太くして、はい、ゆったりと払っていきます。はい、円ですね。次ね、横角の間隔。で水平、そしてはたく、ゆったりと払っていくといったところに気をつけていきます。一画目、はい、横に行くようにして長くですね、払ってますね。二画目、三角目、間隔を詰めて、ここちょっと長いですね。はい、四角目、間隔詰めて抜いていきます。ここは特に逆質を強調することはないですね。はい、六角目、はい、中心が山のてっぺんになるように、こうで下がってで畑はい、最後縦角は頭をしっかり決めないと曲がってしまいますので、はい、念ですね。はい、10、ここも穂先を生かしてですね、間隔を詰めていくんですが、縦長になりすぎないようにしますね。そして点接は二筆に分けて書きます。先を生かして角管詰めます。ここはちょっと細めみたいですね。はい、ここ点接です。こうですね。はい、口、
感詰めますね。はい、骨格でいきます。先に開いて、はい、右下に行って、そしてハタクです。はい、縦角行ってきますね。ここも頭をしっかりと決めてから、はい、次口ですね、はい、右にちょっと上がって反ってるような感じがしますね。内側にですね。そして右下に下がっていますね。はい、ここから上に上がってで抜いている感じです。はい、そしてここも右下に下がって抜いていきます。はい、中ですね。はい、次は命ですね。左払い、一画目の左払いはですね、払ってますね。そこに注意しましょう。頭を決めて、こうですね、筆圧を保ちながらという形ですね。はい、次は右目払い、はい、だんだん太くして、そしてゆったりと右に払っていきます。穂先を集めるような感じです。はい、横角、ですね。で口、はい、ここ点接ありますからね。二筆です。ですね、次も点接あります。けども二筆ではないですね、ここね。こうっていう感じですかね。はい、命ですね。そして長い、はい、横角の角管に気をつけていきましょう。はい、まずは縦角、内側にこう寄せていくような鉛筆です。で横角、詰めて、
近くですね。ちょっと丸みつけるような感じかな。はい、右上がりで洗っていきます。そしてこうで右払い、だんだん太くして一旦止めてからで払っていきます。